靖国神社にはこれまで岸田内閣の閣僚では高市大臣が参拝しました。高市大臣は供え物の代わりとなる玉串料を私費で納め、国務大臣高市早苗と記帳したということです。国策に準じられた皆様の御霊に哀悼の誠を捧げてまいりました。このほか靖国神社には自民党の萩生田政調会長、小泉元環境大臣らが参拝しました。一方、岸田総理は参拝せず、代理人を通じて玉串料を私費で納めました。